ここはどこかと尋ねられましたら、豊洲のですね、市場があるんですけど、ここあれです。そこの隣に公園ができましてですね、そこなんですよ。めちゃくちゃ眺めがいいですね。半端じゃない感じです、いやもう全然人が全然いない、最高ですね。知ってる人いないのかな、素晴らしい眺めです。東京タワーとレインボーブリッジが同時に見れて、東京湾ですね、半端じゃないほどいい眺めです。これちょっと感動する眺めですね。これね、ちょっと降りてみましょうか。こっち降りて大丈夫なのかな、芝生になってますね。ここからすごい、やっぱりこう下ると少し眺めが落ちちゃいますね。もっと入り江の方に近づけるか、行ってみましょう。だいぶ近場のところまで行けますね。海の近場まで行けます。本当に人がいない。うわすごいな、これはちょっとすごい眺めですね。うわー、いやすげえ、これは来る価値ありますよ。見てくださいこれ、まっすぐ、あれまあ、ここの公園の名前が分かりました。豊洲ぐるり公園、ああなるほど、豊洲をぐるっと囲めるわけですね。つまり今現在地がここですから、ここから見てるのはわずかこのまっすぐの距離がわずかここっていうことですね。ということはもっとこっちはとてつもなく長いということになります。これはちょっとすごいな。中自転車で入れるのかな、まあ、難しいでしょうね。すっげー、超気持ちいいです。うわ海にもうほんとキワキワのところまで行きますね。そこまで行ってみましょう。長いスロープになってます。いやそれにしても人がいないですね。これだけの、まあ、アクセスが悪いですね。ゆりかもめ乗って市場前に行ってかな、そうですね、豊洲まで来ないといけないので、バイクとか、まあ、私は自転車で来たんですけど、かなり距離があるので
バイク、自転車、車で来ないときついですね。実はこの場所は私大好きで何度も来てたんですけど、この公園が進入可能になってから来るのは今日が初めてです。ちょっとすごいですね、これ見てください。これがまあ一応つまり豊洲の角っこに来たってことですね。一番角っこ、キワッキワのキワです。キワッキワの角っこのキワッキワのところに来たんですけど、これはすげえね。走られてる方いらっしゃいますね。これ確かに走ったら気持ちいいですよ。うわーすごい、何時間でもいられますね。まああれこれ、頑張ってますけれどもね、こう本当にこうリンボーブリッジとかね、今この瞬間も誰か働いてるわけですからね、働いたり帰ったりしてるのをこういうところから見てられるっていうのは、幸せかなと思いますね。はい、一旦こちらで切ります。